といったものだと思う。ね、ご主人。どうしたんですか？そんな青い顔して。顔がさつまいもみたいな色してる。あれ？いつもならさつまいもは青くねえよとか突っ込んでくれるのに。今のご主人はノリが悪い。一言で言うと。猫であったとしぐるに、うん、にゃーにゃー、ご主人様、次あれ、次あの回るやつ乗りましょう。にゃーにゃー、あのすごい速いのもいい、落ちるのももう一回。休みにして遊びに来たのに。もうしょうがないですにゃ。でもショコラは理解のある子猫なので許してあげます。別に私はショコラだけでもいいけど、ご主人を待ってあげる。もうバニラは素直じゃないんだから。今朝だって一緒に一生懸命おめかししてたくせに、こんな子な。違う、新しい服は初めてだから、ちょっとだけ着るのに苦労しただけ。
様が遊園地に連れて行ってくれるって言ったら、しぐれちゃんがプレゼントしてくれたのです。これ私もすごくお気に入り、だから褒めてもらえるとちょっとだけ嬉しい。主人様にも可愛いって言ってもらえて嬉しいにゃ。ね、バニラ、バニラも嬉しいでしょ。ひひひ。まあ、それなりには。いやあ、照れちゃって、ほっぺツンツン。忙しいのにお休みなんて、いいんですか？ご主人、最近疲れてると思うけど。いや、ご主人様、わしゃわしゃしちゃダメですってば。いや、せっかくセットしたのに、ポーパーちゃう。うちの娘が大変失礼を。こらダメでしょ、この猫ちゃんたちは遊園地の猫ちゃんじゃないのよ。いいよ、写真撮ろう。せっかくだし一緒に撮ろっか。あ、でもさっきご主人にくしゃくしゃされたからちょっとかがみたいの。え、いいですか？でも言ってくれたし、写真くらいなんでもないです。しぐれにも記念写メ送らないと。ご主人も携帯で撮って。はい、そういうことでしたらお言葉に甘えさせていただいて。はい、ありがとう猫ちゃんたち。じゃあママの電話貸して、いっぱい撮ってもらう。一緒に写らないよ。おいでおいで。じゃあ私は抱っこサービスしてあげちゃう。猫は意外に力持ち。お、いいねいいね。じゃあどんどん撮っちゃう。はい、チーズ。じゃあ次は私が撮ってあげちゃうね。マスコミ系常連者。主人もちゃんと撮って、今日のメモリー。そうですよ、今日はショコラたちにとって記念すべき日なんですから。うわー、なんかすごい適当感。撮るときにもっと愛情込めてほしいです。そういうやっつけよくない、めちゃよくない。被写体の気持ちを考えないと、いい写真は撮れないと聞き及ぶ。もうご主人様、もっと愛が欲しいのです。ご主人は女心が全く分かってない。私たちは誠に遺憾。肖像権に定職にゃ。かわいい
丈夫だよ。ほら、チーズチーズ。だから今はダメにゃって言ってるのに。必殺猫スマイル。大事なデートの時間をお邪魔しちゃってすみません。どうもありがとうございました。ではバイバイ猫ちゃんたち、ありがとう。にゃー、楽しかったにゃー。多少の恥ずかしめも受けたけど、まあ結果オーライ。小さな子ってやっぱり可愛いよね。子供の無邪気さには猫でも勝てない。水族館も
初めて来れたから楽しいです。すっごくすっごくすっごく楽しいです。ご主人様、私も超嬉しい。そうは見えないかもしれないけど、猫背でかなり上位に入るはしゃぎっぷり。ご主人の株が今朝から青天井。超感謝してる。はい、あの時一生懸命に頑張ってよかったです。お店も手伝えて、遊びにも来れて、すぐ最高、超最高。ジンベエザメ持ってるから。ああすみません、見てましたから。猫ちゃんたちがぬいぐるみ好きなんですかって勘違いさせちゃってすみません。すっごく可愛い猫ちゃんたちでしたね。恋猫ちゃんですか？ですか。あんなに懐いててちゃんと鈴も取らせてあげて、立派な飼い主さん、いえ素敵な彼氏さんですね。大丈夫ですよ、心配しなくても。慕われてるんですから、もっと自信持っていいと思いますよ。実は私も家で猫飼ってるんです。これがまた全然言うこと聞かないんですけどね。だから親近感が湧いて思わず声かけちゃいました。本当は来園者に一つなんですけど、サービスで風船2個あげちゃいますね。ぜひ猫ちゃんたちにあげてください。はい、喜ばせてあげてください。じゃあ私はこれで失礼しますね。
少し、ほんの少しトイレに行ってただけなのに。もう他の女の人と仲良くしてるにゃんて。男の人は浮気はオスの本能だって開き直るらしい。最低だね。バニラ、悲しい。ショコラは悲しいよ。ショコラにはバニラがついてるから焼かないの。よしよし。帰ったらご主人のパンツに練りわさびと練りからし塗っておくね。でもそれでご主人様の男の子が立たなくなっちゃったらショコラも困るし。でも浮気は恋猫として厳罰を持って怒らないと。都合のいい猫になっちゃダメってテレビでやってた。ショコラにはそんなことできないよ。所詮ショコラは都合のいい猫がお似合いにゃのね。猫パラ。仕込み終わっちゃった。私も手伝う。今日は本当に楽しかったです。ショコラたちの行きたいって言ってたところ、覚えててくれて嬉しかったです。ご主人様、初めての遊園地も水族館もすごく楽しかった。みんなでいっぱい写真も撮ったし、すごくいい思い出。ありがとうございます。ご主人様、大好きです。
多分今は発情期は関係ないです。ご主人様が好きで、好きだからエッチしたいって思うんです。鈴のテストで人は恥じらいを持たなくちゃダメって教えてもらいましたけど、これってダメなことですか？発情期の時は体が無理やりエッチな感じになるけど、今は心が体をエッチにしてる感じ。好きな人とのデートなら最後はエッチするって聞いた。ご主人は私たちのこと好きでしょ？主人様らしいですね。素直じゃないくせにキザだから。じゃあ今日はショコラたちにさせてくださいね。今日のお返しいっぱいしてあげる。過労ですね。